お待たせしました。本日は昇仙峡ロープウェイをご利用いただき誠にありがとうございます。これより標高1058メートル羅漢寺山パノラマ台駅までご案内させていただきます。このロープウェイは定員46名、4本の支柱と1015メートルのロープで結び、秒速5メートル、時速18キロメートルで進み、所要時間はおよそ5分でございます。午後昇仙峡は秩父多摩海国立公園の指定を受けております。これから皆様をご案内する山頂は、南に富士山、東に奥秩父連峰、西には南アルプス連山を一望に収め、眼下には甲府盆地や韮崎市などをご覧いただけます。前方よりもう一台のゴンドラが近づいてまいりました。これからすれ違いますゴンドラのキャラクターゆめちゃんは、山頂の守り神であるつぐ仙人に親しみを込めてお客様に名付けていただきました。では進行方向の右側です。ゆめちゃんをとすれ違います。あっという間ですが、よろしければぜひ手をお振りください。ではすれ違います。ただいますれ違いましたところがロープウェイ中間地点でございます。今日ではこうしてゴンドラに揺られ、およそ5分で展望台に行けますが、その昔御嶽信仰の参道として平安時代より山頂に通じる浄土下道を歩き、多くの信者が上がってまいったそうでございます。進行方向の右手後方一番奥、うっすらと白い岩肌が見えている山が唯一ございます。あちらは奥秩父連峰の主峰、2599メートルの金峰山です。また山頂の部分、わずかにぷっくりとしている部分がございます。あちらは金峰山で有名な、こちらから肉眼で確認できるほどの大きな五条岩でございます。山梨県特産の水晶は金峰山と麓、水晶峠で多くが産出され、山梨が水晶宝飾、貴金属宝飾へと発展し、現在甲府市は水晶宝飾日本一の町と言われております。まもなく山頂パノラマ台駅到着でございます。山頂の見どころとしまして、左手に展望台、その先に八三郎岳がございます。また右手には男女一体の御神木、和合権現、約束の丘がございますので、ぜひお立ち寄りください。山頂食堂では米粉で作った焼きたての焼き団子や巨峰のソフトクリーム、かき氷などを販売しております。山頂の絶景と合わせて憩いのひととき、どうぞごゆっくりお過ごしくださいませ。お会いの際はゴンドラが揺れますので、お足元には十分ご注意ください。それでは